おい小島。はい。これ。え？宛名？こんなに？しょうがないだろう。今日お前しかいないんだから。私もう2年目ですよ。もう少し違った仕事やらせてくださいよ。文句言わずに頼むよ。これも仕事仕事。いつまでですか？夕方には送らないといけないんだよ。いつも急なのばっかり。すまんな。頼んだ。頼んだじゃないですよ。かわいそうに。山城。山城。部長。レシーブゾー、メシ。あ、はい。小島、間に合いそうか。はい、あと貼るだけです。おお、早いな。邪魔しないでください。あ。おい、小島。部署名は様じゃなくて恩中だろう。お？お？じゃなくて恩中。常識だよお前。すいません。まあいいよ、貼る前だったし。でも時間ないぞ、間に合うか？大丈夫か？手伝うか？大丈夫です。私が何とかするんで、主任はお昼行ってください。うん、そうか。じゃあ任せたよ。小島、どうだ？あとちょっとです。ああ、助かったよ。あと俺メール室に持ってくから。お前も頼りになるようになったんだな。うわ！マジかよ。お前これ恩中じゃねえよ。恩中、恩中だっつったの。え？何やってんだよお前。出たよ、小地原だよ、かわいそうに。小地原？ああ、小地原。今小島みたいな天然オイルの常識を超えた行動に巻き込まれる人間が増えてるんだよ。なるほど。いざ仕事を頼むと予想を超えた天然ミス。頼んだ方は一瞬で麻痺、当の本人は全く気づいていない。恐ろしいですね。どうすんだこれ、間に合うか？あと30分しかない。ダメだ。どうかしました？いいから、あのこの封筒とリスト全部持ってこい。え、どうしたんですか？いいから持ってこい。一度手放したはずの仕事がより大変になって、ギリギリのタイミングで今帰ってきた。最悪だ。それだけじゃない。あの、何か手伝いましょうか？あ？いや、いい、全部自分でやる。でも、もう5時台帰ったら。あ、そうですか。じゃあお先に失礼します。お先に失礼します。一見丁寧な言葉だが、じわじわと体内に浸透するにつれ、怒りがふつふつと込み上げてくる呪文なんだ。許せない。しかしこれで終わりではない。え？ほら見ろ。主任、
んだよ。冷たいうちにと思って。じゃあお先に失礼します。なるほど、あの笑顔で許されちゃうわけですね。何許してんすか。あ、ごめん。